こんにちは、ソータです。トリオです。じゃあ砂漠に行きます。ワクワク。ワクワクやな。とうとう出発ですね。上にガスも。すごいね。もう砂漠にの方で行きます。そう、楽しみ。楽しみにしています。わ、すごい。これは荷物。あ、荷物。食べ物、飲み物、ジュース。超楽しみ。すごいな。すごいね。急に何にもなくなった。本当。すごい。ちょっと歩いて行きましょう。うんうんうん。すごいナディオ。すごいよ。すごい。すごい。うわ。待って、めっちゃすごい。ちょっと感動した。すごっ。うわー、すごいよ。うわ、すごい。え、めっちゃすごい。え、すごすごいな。綺麗。すごっ。一番大きいはまだ見えないですね。え、はい、もっと上にあるんですか。あ、もっとあるんじゃ。へえ、すごっ。転がってた。へえ、おお、すごっ。うわ、めっちゃすごいわ。すごっ。この直後からちょっと危ないですけど。危ない？何が危ない？道具とか持ってるんですね。何？道具ですよ。毒？あ、白いもの。うん。はい、あの牛乳みたいに。へえ。あの身に入ったら、うん、見えなくなる。見えなくなる？桃子とかに。桃子？はい。え、あれはそうですよ。サボテンではないんか。なんだこれ？名前はサボテン。いや、サボテン。え、サボテンじゃない。なんだサボテンじゃないや。なんだこれ。何これ。危ない。危ないですか。そう、危ないですよ。これはあの中に溝のようなものが、あの牛乳のようなものが入ってる。これ、ほんまや。本当だ。手に入れたら桃くになる。見ないことになる。そうですよ。危ないです。毒ですか。まあ毒ですね。中にはまあなんだね。本当だ。そうですよ。危ない、これ。はい。あ、これをつけたらもう大丈夫かな。え、怖っ。そうですよ。なんだここ。すげえ。なんだここ。あ、ここなんだ。わ、だからばやすと、すごい、うん、入って、はい、うん、これトイレここにある。へえ、すごい。そう、どうなってる。あ、普通にトイレもあってシャワーもあるんだ。はい、ありがとう。ザゴラから来ました。向こうの町へ、うん。では今から夕日を見に行きます。楽しみ。おお、ボードもある。あ、雲が邪魔だ。
歩きにくいですね、砂って。危ない。すごい、野生のフンコロガシ初めて見た。すげえ。すごいよ、ディオ。うわすごい。他の惑星だよ。あれに登るってすごい。おお頑張れ頑張れ頑張れ。おおすごいね、すごい坂だ。待って待って大丈夫だよ。大丈夫？すごい。沈む。沈む。本当に。すごい。わかるかなこれ。超斜めだよ。あとちょっと。できた。あとちょっと。うわすげえ、なんだここ大丈夫頑張れ進んでるよこれ頑張れ進んでる進んでるはまるはまるね。足がうわよいしょよいしょ。ほらすごいよ。おおうわすげえ、砂漠やこれが。すごい、すごすぎる。おおおお結構滑る。すごい。結構早いですね。確かに。行きます。おお。かなり上手かった。少しですけど、うん、ロシアの友達が、うん、来たですね。うん、まあ一人で。日没を埋めるために砂漠に行ってた、うん、そのコロココになって、うん、もう迷子になって、迷子になって、うん、私は探して探して探して、うん、あいつが知るかと思った、そして最後に見つかったんですけど、見つかった。うわ、驚いたね。あの怖っ。そうですよ、怖かったんです。あの夏だったんですよ、うん、夏とあの太陽が沈むと、うん、あすぐにコロコなる、うんうんうん、何も言える。彼女は誰も見てないの、道は分かんないと。冬は大丈夫まだ。あ冬は大丈夫ない。大丈夫。夏は沈むとすぐにコロコなる。怖、うんうん。夜が来る。よかった見つかって。はい、よかった。怖、はい。あの足を。ああ。足から助かったんです。怖。考えるだけで怖い。そうです。だいぶ暗くなったね。うん。暗くなると寒い。めっちゃ。待ってから、やっと。美味しくていいかな。めっちゃ美味しい。美味しい。うん、あ、温まる。おいしい。ママにどんどん。あいつらいつも火すごいです。
おはよう。よく寝れた？うん。暖かかったな、この家の中は。うん。今日ね、ほんと朝日見に行こうと思ったんやけど、曇っとって見えんかったな。うん。超曇っとる。まあ。こんな感じの場所で寝ました。終わりやすい。おぉ！おぉ、すごい。そして、重くないです。ほんとや、軽い。これで燃やして、シャワーの暖かい。お湯が出るってことです。そうですね。さあ、リオはできるのか。さあ、帰りましょう、リオ、はい、楽しかったな、めっちゃ砂漠。そう、楽しかった。今からなんかな、砂漠の水が出とる場所に連れてってくれるらしい。オアシス、オアシスみたいなところだって。楽しみやな。楽しみ。行こっか。わあ、昔砂漠に住んでた人の学校だって。まあ誰も来ないあ、けど綺麗ですね、なんか。そう。そっか、今はもうノマドの人いないから使ってないんですか。使ってないです。最後に使ったのいつなんだろう。ザカリアさんの時に。ああ、ザカリア、フラクトクトフェアカラヤハジ。8年前。すごい、こんな学校がすごいな。本当にこの建物しかないね、周りに。すごい。さあ、到着しました。本当だ、水がある。わあ、すごい。オアシスみたいな。オアシス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 。だから木が多いんですか、ここ。あ、そうですね。へえ。この水は飲めるんですか。まあ今の。今のはね、もう一度の井戸があそこにある。この水は地下から来てるんですか。地下からです。地下からなんだ。たぶん。はい、そう。二匹。1匹はそこに帰る。あ、本当だ、でかい。この水は昔からあるんですか。昔からです。へえ。塩とかないでよ。塩とかもないんだ。本当だ、すごい植物が生えてる。すごいよ、めっちゃ生えてる。この木が、焼きが登る。あ、あれが。あ、あれで。あ、ここはなんか全部石なんですね。石。石です。本当にここだけ水が出てるんです。これは新しい木を誰かが育ててるんだって。すごいな、うん、本当だ、守ってる、こうやって。へえ。町の中心に帰ってきましたね。楽しかったな、うん、2時間くらいかかった。で、今からお昼ご飯を食べに行きます。肉とか、ハラミ肉とか。へえ。これはお豆。これはお豆。名前はなんて言うんですか。ルビア、マロ、ルビア、アラビア、ルビラ。へえ、美味しそう、ね、美味しい。美味しい。あ、おいしい。
そうさまでした。美味しかったな。疲れてますね。疲れた。疲れた。だたたくね。シュクラン、Thank you。バイバイ。バイバイ。バイバイ。今から次の町に急遽向かいます。ありがとうございます。これはお土産で。そうですか。日本の本なんですけど、読めますかね。砂漠の本です。せいですか。うん。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ルナさん。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。これアルケミスト本の翻訳、翻訳です日本語。はい、ありがとうございます。もしよかったら。そうですね。まあレノラックしましょう。うん、もちろんです。写真も送りますね。写真。はい、そうですね。ありがとうございました。さよなら。さよなら。はい、さよなら。さよなら。日本人の皆さん、あのマロッコに来てね。あの、トクリ砂漠。そうですね。トクリ砂漠。マハメド砂漠。マルソガじゃあ、さよなら。さよなら。はい、ということで、お別れしました。楽しかったな、めっちゃ砂漠。砂漠も楽しかったけど、バシルさんとの出会いも超良かったな。良かったな。めちゃめちゃ優しかった。あの、もしモロッコで砂漠に行きたい方は概要欄にここのウェブサイトが載ってるので、ぜひ行ってみてください。さっきバシルさん弟からこんなにたくさんデーツいただいたね。すごいな。すごいね。美味しそう。実はね、今動画撮影してるのが12月の31日です。ということで、まあ今日はもうゆっくりしましょう。ということで、動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。バイバーイ。